旅行第105潜水艦は、日本海軍の潜水艦、旅百型潜水艦の6番艦。1941年の昭和16年度計画により、1941年11月19日、川崎重工業神戸造船所で起港。1942年7月11日浸水。1943年3月5日に竣工し、二島潜水艦に類別。 同日、クレチンジュフ席となり、訓練部隊である、クレチンジュフクレ潜水船体に編入された。4月1日、5潜水船体は、第11潜水船体に改編され、第1艦隊所属となる。6月11日、南東方面艦隊第7潜水船体に編入。16日、両百号は、クレを出港し、21日に、バラムシルに到着。28日、 バラムシルを出港し、アリューシャン列島方面に向かった。7月3日、アッツ島西方の和、紹介船に進出。9日に紹介区域を離れ、12日にバラムシルに到着。16日、バラムシルを出港し、22日に横須賀に到着して、修理を受ける。8月11日、両百語は横須賀を出港。12日1727。 北緯十三度三十分統計百四十四度四十分、北緯三点五零零度統計百四十四点六六七度、三三十点五零零百四十四点六六七の南鳥島北西沖を、浮上構想中、米戦ターポンに発見される。ターポンは先行し、千八百一に完備魚雷発射管から魚雷二本を発射してきたが、両百0はこれを発見し、 回避した。23日、ラバウルに到着。公開中の20日、両百、両百一、両百四、両百六とともに、第51潜水隊を編成する。9月2日、両百後は、ラバウルを出港し、サンクリストバル島港沖に進出。24日、帰還途中、2日前に不時着して漂流していた、不時着搭乗員を救助。 25日、ラバウルに到着。10月7日、両百語は輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。9日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。11日に、ラバウルに到着。12日、ラバウル空襲により、資金弾を受けるが、損傷は、わずかだった。14日、両百語は、輸送物資を積んで、 ラバウルを出港し、スルミに向かう。16日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。18日に、ラバウルに到着。22日、ラバウルを出港して、米機動部隊の捜索を行った。24日、ラバウルに到着。27日、両百語は、路合作戦の支援のため、ラバウルを出港して、モノ島沖に進出。11月2日、 早朝、旅百後は、照明弾と砲撃の先行を指認する。これは、ブーゲンウィルトン沖海戦によるものだった。夕方、沈没した、軽巡洋艦川内、駆逐艦初風の生存者を捜索するが、数人の死体を見つけたのみに終わった。6日夕方、ニューブリ天島南東沖で、ゴムボートを発見し、搭乗員2名を救助。9日に、ラバウルに到着。 17日、両百語は、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。18日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港し、マーカス岬周辺海域を紹介する。23日、ラバウルに到着。12月6日、陸軍向けの弾薬、食料、衣類、薬品、計7トン、ゴム製容器入りの海軍向け輸送物資4トン。 大発一隻を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。予定より2日遅れの10日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港し、マーカス岬周辺海域を紹介する。20日、ラバウルに到着。30日、両105は26日の空中戦で撃墜された1、式戦闘機と100式重爆撃機の搭乗員救助のためラバウルを出港。 1944年1月1日、チョイセル島北方で偵察機が発見した米機動部隊の捜索に向かうが、見つけられなかったため救助任務に戻った。8日、ラバウルに到着。16日、両百語は輸送物資を積んでラバウルを出港し、スルミに向かう。18日にスルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。20日にラバウルに到着。 26日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。28日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。30日に、ラバウルに到着。2月12日、輸送物資を積んで、ラバウルを出港し、スルミに向かう。14日に、スルミに到着し、輸送物資を下ろした後出港。17日に、ラバウルに到着。 20日、ラバウルを出港し、トラック、港沖の紹介を行う。3月8日、トラックに到着。紹介中の1日、第7潜水船体は、第6艦隊所属となる。13日、両百号は、トラックを出港し、25日に、佐世保に到着して、整備を受ける。5月7日、両百号は、佐世保を出港し、14日に、サイパンに到着。 17日、両百号は、アゴー作戦のためにナサン海戦に向かうべくサイパンを、出港していくのを最後に、消息不明。アメリカ側の記録によると、18日、米軍は、ナサン海戦の存在を暗号解読により認識したため、米五衛駆逐艦イングランド、ジョージ、ラビーの三隻からなる、対戦部隊が向かった。三隻は、イ16、両百 4? 両 106, 両 108, 両116を撃沈したが、弾薬がそこを突きかけていたので27日に、マヌストゼアドラーワンに一旦帰その代わり、米護衛空母、ホガット米、駆逐艦、ヘーゼルウッド、マッコード、護衛駆逐艦スパングラーが、対戦紹介を行うこととなった。また、弾薬を補給したラビーとジョージ、イングランドもこの部隊に加わった。 30日0144、南太平洋で、ヘーゼルウッドが1 4トル先の交点を、レーダーで探知。0153、交点が消えたことから、潜水艦だと判断したヘーゼルウッドは、潜水艦を、ソナー探知し、爆雷攻撃を行う。0310、潜水艦は空気を取り入れるために浮上し、ジョージとラビーはすぐに発見した。だが、 潜水艦は2隻の護衛駆逐艦のちょうど中間地点にいたため、ラビーもジョージも互いを模写する危険から、潜水艦が潜水するまでの5分間、一発も発射することができなかった。0435には、ラビーとジョージがヘッジホック攻撃を行い、ジョージが潜水艦に3発を命中させたと判断したが、潜水艦を撃沈できなかった。イングランドは、 戦火の独り占めは良くないと事実上の攻撃を控えているようにとの命令が出されていたが、両艦の不甲斐なさにイングランドへの禁令は解かれた。31日0 5 0でスパングラーとイングランドが合流。スパングラーが潜水艦をソナー探知してヘッジホック攻撃を行ったが、すべて外れた。0729、イングランドは潜水艦を ソナー探知し、ヘッジホック24発を投下。投下後、複数の水中爆発音を聴取し、潜水艦を撃沈した。2時間後、部隊は、攻撃地点の457メートル以内の範囲で、重油型だよいのを確認し、いくつかの木製艦板の破片、コルク線3つ、石鹸等潜水艦のものと思われる破片を回収した。これが、 両105の最後の瞬間であり、第51潜水隊司令の加藤義之助大佐、艦長の井上順一隊以下乗員55名、全員戦士。両105は、イングランドが撃沈した6隻目の潜水艦であった。沈没地点は、アドミラルティ諸島北方沖、北緯零零度47分統計149度56分。 北緯0.783度統計149.933度0.783149.9336月25日アドミラルティ諸島北方で防湿と認定され8月10日に除籍されたありがとうございます